で、駅の中に踏切が。年明けウィズ女子鉄マホロとアンズパイ、今日は山陽電車でお出かけ。月見山駅で降りるよ。特急停車駅なのにこじんまりした駅だね。それにしても踏切の音がうるさいな。で、何これ、駅の中に踏切が。ここ改札の中だよ、外じゃないよ。すごい、感動、すごすぎる、こういうの大好き。というわけで、駅の中にある踏切、校内踏切が大好きになったのでした。終わり。っていうのは茶番で、もともと校内踏切大好き。もちろん月見山駅に校内踏切があるのは知ってた。神戸市内の特急停車駅なのに校内踏切が残ってるって素敵だよね。校内踏切って跨線橋や地下通路と違って地平にあるからすごく楽。みんなは校内踏切好きかな。まあギリギリに駅に来たら踏切が鳴ってて乗れないっていうトラップもあるけど。そうそう、月見山駅の隣の須磨寺駅にも校内踏切があるよ。そっちは知らなかったのでまた行きたいな。で、実はこの日は月見山駅で改札の外に出たわけじゃなくて、普通電車から次の直通特急に乗り換えるついでに校内踏切を撮影したのでした。ご案内はナビゲーターの女子鉄マホロ、監修と撮影は中の人としあきでした。Yeah, love.